皆さんこんにちは、ワナルウルビジです。では今回は信長の野望革新パープキット、上杉景勝家康を討つ続きをプレイしていきたいと思います。関ヶ原合戦で、景勝が関東に乱入、家康を討伐するという仮想戦記をプレイしていっています。前回はですね、春日山城に攻め寄せてきた徳川家康、さらに忠勝、こういったね、強力な部隊を迎撃、家康隊を撃破したというところまでプレイをしました。まあ、ただ残念ながらですね、家康隊、撃破したんですけども、家康を捕獲、あるいは討ち取るということができませんでしたので、今回は引き続き徳川と戦争をしていきたいと思います。まあ、実際問題、家康は多分家宝で馬を持ってると思うので、絶対捕獲されないいいステータスになってるんじゃないかなとは思います。まあ、なので、そうなるとね、もう徳川家を根絶やしにするしかないので、この後もね、合戦を行っていきましょう。では、今回はまずですね、城の守りを固めていきたいと思います。小田原城、三ノ輪城、春日山城、これが最前線になってるんですけども、これら最前線の城をさらに強化してですね、部隊をある程度、余力持たせておきたいかなというふうに思います。では、時間を進めていきましょう。降雪祭。唯一徳川の捕虜で残していた降雪祭ですけども、徒用に応じてくれる可能性ありそうなので、兼次を派遣して説得に当たらせましょう。降雪祭は政治知略高いので、内政面でだいぶね、助かると思います。配下に加わってくれたら。というところに期待して、ぜひとも上杉に仕えてくれと。いうね、お願いをしていきましょうという話をしているところで、江戸城に向けて敵部隊がやってくるという展開ですね。さあどうするか。江戸城はあんまり強化をしていない城なんですよね。小田原城はですね、今ぐるりと周辺を鉄砲矢倉で囲もうとしています。まあいくつか出来上がってますね。一方、美濃和城もですね、ぐるりと今、矢倉で囲もうとしてます。いくつか完成してます。そして、春日山城はすでに矢倉、いくつか立っていたんですけども、さらにその矢倉を追加したというところで、城の防衛力、高まってるんですけども、江戸城は、まあ、言ってみれば、あまり防御力が高くなっていない拠点になっています。まあ、そういうことを考慮に入れた上で、まあ、どう戦うかですが、そうだな、まあ、景勝自ら救援に向かいますか。まあ、兵1万ほどを率いて救援に向かいましょう。江戸城が落とされるわけにはいかないですからね。他は今みんな内政対応中なので、どうしても帰還させるわけにいかないんですよね。まあ、兼次が戻ってきたので、兼次を出しますか。さらに、降雪祭も一応参加してもらえますか。統率4。まあ、4はひどいけど、まあ、それでも、一応、先鋒を2つ発動させるために、舞台を出しましょう。関東の黒人衆がここでもまた頑張ってくれてるな。これ本当にありがたいですよね。春日山城には4万の兵が入っているので、まあ、防衛十分。まあ、美濃和城、江戸城、小田原城、この3つをどう、まあ、効率よく守るかというのが一つ大きなポイントになりそうですね。佐竹から妖精の使者、どうせ結城城を攻略してくれって言うんだろう。まあ、攻撃はするけど、するけどだ。逆に佐竹も今結城城を攻略する絶好のチャンスだと思うんだけどね。うまくね、戦ってくれたらいいなとは思いますが。前進。さあでは上杉景勝、さらに直江兼続着陣です。五ズム決戦を東道高虎隊に挑んでいきましょう。まあ、まだ徳川兵が集結する前の状態なので、この状態だったら倒せそうですね。
括弧撃破していきましょう。本当に関東の黒人衆が優秀でよくやってくれてるなっていう感じがしますね。さあ、直江山城の神も今まさに東道高虎隊と激突中です。東道高虎相手に同士打ちはなかなかたまらないというところですかね。逆に混乱を受けるか。やるな高虎、さすがよ。ここはただ防衛をねしっかりやっていきましょう。関東の黒人衆の力も借りて、東道高虎隊はこれで撃破ができそうですね。高虎隊を撃破して、土井隊も撃破したら、あ、一応約束している龍騎城の攻略する素振りだけ見せておきましょう。東道高虎隊は撃退しました。そしたら一応ね、約束通りということで、この後一応龍騎城の攻略を始めておきましょう。行くぞ。直江兼続は戻しましょうか。小田原城に戻します。さあ、攻略する素振りを見せたら、影ガスも今川城へ撤退、退却していきましょう。いや、佐竹もさ、自分で兵出してほしいですよね。だいぶ潤ってると思うんだけどな、佐竹は兵力的には。宇都宮城、長沢山城にそれなりの数の部隊が入ってますよね。でさらに江戸城に波状攻撃を仕掛けてくるという展開か。これ影勝をうまく使いましょうか。せっかく今出陣中ですからね。毛利からの交渉ですが、まあ、これは応じていきましょう。このあと同盟の延長とかね、そういうフェーズにもなってくると思うんで、まあ、拒否する理由も特にないと思います。適当なものと交換しておきましょう。影勝は一度待機、また五詰め決戦に持ち込みます。兼続は帰還したばかりですが、この後出陣してもらいます。再び徳川隊を叩く。まあ、でもここ本当にね、あの正念場だとは思いますんで、まあ、しっかり徳川軍を叩いて、で、まあ、佐竹が龍騎城欲しいならあげてもいいかなというふうに思いますからね。関東の黒人衆の働きがことのほか素晴らしい。兼続兵100か、ちょっと間違ったな数を。一度戻します。1万ぐらいでね、出陣してもらわないと。長宗我部からの交渉の使者にも応じておきましょう。適当なものと交換しておきます。あ、今毛利と交換したばかりなので、じゃあ金をもらいましょうか。確実に敵兵を削っておく。小田原城の守りもだいぶ強力になりましたね。相馬、佐竹、石田、島津、毛利、長宗我部、豊臣との同盟が切れて、関東黒人衆との同盟も切れるわけだな。ここ最優先は、まあ、実は関東の黒人衆ですね。彼らとは実婚にしておきましょう。交接祭を送る。であとはもう早め早めに同盟の延長交渉は始めておきましょう。特産品などくれてやろう。延長、まあ、全大名家とは延長それでいいと思います。ん？豊臣とは同盟の延長はできない。
ここまで散々守ってきたのに、この仕打ちか。長宗我部もさっき交渉応じてあげたのに断るのか。島津は特産品で大丈夫。ちょっと微妙な展開になってきたな。まあただ石田と結んでおけば問題はないかなと思います。花房隊は影勝8000、関東黒人衆5000、これで囲んで倒していきましょう。佐竹との同盟は延長します。関東の黒人衆との同盟も延長します。江戸城の防衛は大丈夫そうですね。さあ石田三成に謁見、同盟の延長。相馬とも同盟延長です。敵部隊壊滅、江戸城の防衛は完了です。いや本当にダメなのか。豊臣、長宗我部、毛利は？毛利とは同盟延長できるのね。じゃあ毛利と同盟延長しておきましょう。駿府城を攻略するにはこの3つの鉄砲櫓を突破しなきゃいけないのか。なかなかしんどい感じですね。上田城に兵力が少なくなってるな、だいぶ。浅野から要請の使者、これは上田城攻略しましょう。上田城は攻略を始めていく。で七尾城の攻略に移ってるな。軍団を一つ作りまして、その軍団が前田の七尾城攻略に向かってますね。まあこれは同盟結んでいる石田と合同の作戦になるんじゃないかなと思います。じゃあ我々は上田城攻略の方に入っていきましょう。上田城に7万入っていた部隊を撃破したことによって、徳川軍はだいぶ疲弊してますね。この機を逃さずに攻略戦を行っていきましょう。では出陣します。ここは何としても上田城を攻略して取ってしまいたいですよね。では春日山城からも雪村に出陣してもらいたいと思います。1万を率いて上田城攻略始めていきましょう。雪村にとっては真田のお城ですからね。これはやっぱり攻略しがいあるんじゃないかなと思います。箕輪城の周りで敵か。まあこれは出陣して一騎勢薙ぎ払いましょう。一騎など許さん、この私の土地で。まあそういう感じですね。結城城に3万の兵、これほんと邪魔くさいよな。佐竹軍としては3万以上の軍勢持ってるようなんで、それを使ってね攻略してくれてもいいんじゃないかなっていう気もしますけどね。では影勝も出陣していきましょう。まあ4万から5万程度の軍勢でね、攻めるというところですね。金継ぐの軍が到着すれば十分に戦えるかなと思います。なので金継ぐの軍を急行させるのが一番重要かな。さあ徳川と江戸で戦った武将捉えてますね。これ処断しておきましょう。これで勢力的にはどうなったかな。まず我々上杉軍ですけども、総兵力13万5000、武将の数現役数43という数ですね。
一方敵徳川ですが本庁の数が9、現役の武将数48まで減らしたね。で豊臣家がやっぱりちょっと頭一つ大きくなりましたね。兵力30万超え、現役武将数57ですね。石田軍は総兵力5万、現役28です。このまま徳川領侵攻作戦を継続します。では上田城攻略に際して浅野には援軍の要請を出しましょう。ただ応じる気配なしか。ここね、浅野にとってももう徳川と断交してる以上この上田城は邪魔だと思うんですけどね、我々と一緒になって上田城攻略に入る方が得策だと思うんですけどね。乗っては来なかったですね。では上田城合戦開始です。浅野は応じなかった。金継ぎが技法で撤退を開始したな。いや上田城の守り硬そうだな。ここまでのところ、まあ、しっかり鉱部を使って士気を高い状態を維持しながら攻略戦を進めていきましょう。あと敵がね、5詰めでやってくるかどうかっていうのも重要なので周りは常に確認しておきます。さあ東海の国人衆も増援でやってきてくれました。これで一気に上田城を攻略していきましょう。いやー金継ぐの先鋒3連鎖、このコンボ強力ですね。ちょっと雪村が数減ってますけども、このままいけば上田城は攻略できそうですね。このまま一気に踏み潰しましょう、この上田城。風魔がこの上田城に入ってるんですね。高節祭が病気か。まあ、ただここは今上田城攻略戦の最中なので陣中で没するっていうことがないようにだけ気をつけてもらいましょう。城門を突破しました。さあ城門突破したのでここから敵の兵力に直接攻撃ができますね。国人衆を味方にするかどうかって本当に大きいですよね。これで上田城が取れそう。雪村にとっては先祖伝来の地を取り返したというね、まあ、そういう状況が作り出せるかなと思います。はい、これで上田城攻略完了です。捕らえたり。さあ誰を捕らえたんだ。もちろん処刑していく。おお、これは堀尾義治に松平忠てる風魔小太郎、どれも名のある武士ですね。まあ一応全員処刑することを前提に、風魔小太郎は VU85 知略90はすごいな。タダテルは統率86、VU82、まあ、バランスが取れてますね。オリオシュアルも、まあ、バランスがいいですね。3人とも死んでもらいます。はい、では上田城の攻略完了しました。上田城攻略完了したことによって直接岡崎城攻略というのが見えてきましたね。まあ実はこの駿府城を攻略するにあたってはこの矢倉を突破しなきゃいけなかったのでここ結構しんどいなと思ってたんですけども、駿府城を放置していきなり岡崎城に直接攻撃ができるそういう環境ができたので、いよいよね徳川との最終決戦の時が近いかなというふうに思います。では今回はねここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。